はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は、今、名古屋にいます。で、本日ですね、ジョイント2023が、名古屋の方で開催されますので、今日はそちらの方に行ってこようかなと思います。で、今年はジョイントは、この4月と9月にあるようで、今日は、オールド&チョッパー DNA というサブタイトルもありまして、今日は、少しね、ヴィンテージバイクとかが多い日になるようなので、そちらをね、チェックできればなと思います。ジョインツ2023来れなかった方、もしくはご来場された方、皆さんにね、楽しんでいただければなと思いますので、最後までチェックしていただければなと思います。では早速、会場の方に行ってみたいなと思います。
Thank you.
弊社高橋の方までご連絡をお待ちしています。表彰式は14時2時午後2時より、入賞された方によろしくお願いいたします。そして本日お客様はこちらの方に入れるのは休業日に4時までとなっています。はい、ジョインツの映像いかがだったでしょうか。自分的には2年ぶりのジョインツということで非常に楽しみで行ってきました。でいつもは、バガーだったりとかパフォーマンス系のハーレーも一緒に展示してあるんですけども、今回は、オールド系、まあ、ヴィンテージハーレーを中心とした企画だったので、そちらに沿った車両がたくさんありました。各ビルダーさん気合いの入った車両ばかりで本当に見応えのある一日だったなと思います。自分がねお世話になっているショップさんとか関係者の方にもご挨拶できたりして、非常に有意義な時間だったなと思います。であとロサンゼルスから、知り合いも何人か来ていたので、彼らに会ったりとかして、半年ぶりぐらいですかね、会ってちょっと話した感じで、またね、ロス行った時は一緒にバイクで走れたらいいなと思っております。で9月にですね、またジョインツがあります。で9月のジョインツは、パフォーマンスハーレーとかあとバガーとか、まあ、そういう新しいタイプのハーレーの、イベントがあるので、気になる方はね、9月の、ジョインツも参加してみてはいかがでしょうか。まあ、ハーレーに関するイベントが結構ここ最近やっぱりコロナも落ち着いてきて増えてきているので、自分もね、なるべくいろんな場所で開催されているハーレーのイベントにはね参加していきたいなと思いますので、またねこの動画でもお伝えできればなと思います。あと会場で視聴者の方にも何人かお声掛けいただいて、非常に YouTube やっててよかったなと思います。もしね見かけた際はまた声かけていただければなと思います。そんな感じで今回は、ジョインツの模様をお届けしました。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram をやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。